せいやの奇跡プレゼントリアクション王選手権。はい、ということでね、うん、年末の感じ出てますか。おー、うん、年末のみんな出て感謝する感じ出てますか今。それではないよ。年末ですね。1年ありがとうございました。はい、ということで今回は、うん、プレゼントの開けた時のリアクションを競う選手権を開催したいと思います。皆さん見たことあるんじゃないですか、うん、はい、アメリカのね、子供が朝起きた時にこういうでっけえプレゼントが置いてあって、はいはいはい、こうワクワクしながら開けたら欲しかったプレゼントが入ってて、はい、わーお、ダディー、うん、マミー、うんうん、サンキュー、うん、パンツじゃないそうそうそう。全部分かってる。ああいう心温まる大喜びのリアクションってプレゼントあげる側が一番欲しいものだと思うんですよ。プレゼントをだからもらう側としてはこうやって大喜びをするべきだと。これから皆さんにプレゼントが渡されるのでもう個人競技です。開けて思う存分喜んでいただきます。それを私が審査して一番喜んでいるプレゼント喜びを決定したいと思います。それではお願いします。はい、それでは永田さんに挑戦していただきましょう。じゃあこれから私がプレゼントを渡すのでそこから、リアクションの開始という感じで OK でしょうか。 OK、 あ、もう集中してるわ。降りてきてるわ。いただきます。はい、メリークリスマス。ありがとう。なんだろう、おっきい、なんでしょうね。開けていい？もういいよいいよ。はい、続きまして加藤さんのリアクションです。りょうくん、メリークリスマース。んー、メリークリスマース。んー、プレゼントだよ。え、お、りょうくん、どうせ大したことないものなんでしょ。そんなことないから、なんだろうね、見て、なんだろうね、ちょっと
後半で踏んじゃう。あ、おいおい、はい、あちゃんとやったぞこれ、ちゃんと狩りやったぞこれ。社長、水で取れるから。社長、社長、いやこれインク踏んじゃったのよ、どっかで。ちょっとテンションが上がりすぎることはありますそれだけ嬉しかったってことね。そういうことがあるのよ、やっぱり。これあり。はい、続いてはアルファさんのリアクションです。アルファくん、はい、クリスマスプレゼント、クリスマスプレゼントだ、やったー。開けて開けて、開けていいの。なんだろうなんだろう。あん、ん、え、どうした、リアクションは、え、これがリアクション、え、危険、え、電話来てます。ちょっと着信音切っといてよ。え、ちょっといい、本番中、いやいや、ほ、え、本番中じゃないの。アルファさん、アルファくん、うるさい、ただの狂人じゃん。ニワトリかなんかじゃないぞ。ニワトリかなんかじゃないぞ。ニワトリ、え、襲われてる、襲われた、お、え、え、え、なんで、お、アニマルハマグチ、え、アニマルハマグチ、アニマルハマグチ、アニマルハマグチに襲われてる、え、何ってこんじゃないよ。ということで、アルファさんの個人演技でした。あ、帰ってきた。え、え、もう終わったの。なんかない、なんか言えよ。何、なんだな、何が、なんかね、ニワトリとハマグチ、アニマルハマグチに襲われてた、いましたような音声、いや、そう、いましたのか分かんないけど、音声的には、ね、本当ですか。喉かね、まあね、それはまあ分かるけどね、喉痛上がるのはね、これ喉潰した人たちがこう座ってくる。次行きましょう、次、大丈夫かこれ、咽頭かですか。はい、続いては原宿さんによるリアクションです。はい、はい、原宿くん、メリークリスマス。どうかな。なんで耳水のか。え、え、なんで、え、スーパーミックショット、寒い。寒いって、そこで、寒いの、そこは、え、寒い、寒いってよくなくない、感情がなんか、いや、ちょっとなんでスーパービッグチョコを体にいっぱいつけて、何、いつの間にか凍えるよ、寒い。ダメだ、熱奪われてんの、それに心配になっちゃう。え、何それ、スカイフィッシュみたいな。あ、ああ、え、え、え、あ、投資した。終わり。終わり、はい。なるほどね、やりたい放題やってくれましたね。はい、続きまして山口さんによる、はい、ショーです。はい、お願いします。びっくりすると目が飛び出すんでしょ。はい、あの漫画とかね、はい、あれあれやります。あれやります、ね、あれをやる、あれのすごい、まあまあまあちょっとわかんないですけども、知っては怖いよ、なんなん、やっていただきましょう。はい、はい、武藤くん、クリスマスプレゼントですよ。メリークリスマス。寝起き、え、あなた誰、動けてる、動けてるね。メリークリスマス。うおうお、なんだ、え、うん、どうした、うん、何、うん、
おお目が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 目どうなってんの？偽物の偽物目が出るから違うねえから分かんない大口しちゃってるからえ口からなんて書いたの？ちょっと寄ってくださいなんて書いたの？そう見えないの？読んであげないとね今眼球ないんですよ山ちょっと裏飯読みと裏飯の対戦が決まってるじゃんじゃあこれ今からトーナメント始まるとこじゃん大前の国の宝玉ルリマルじゃないですか宝玉にそんなん書いて大丈夫ですかちょっと眼球の裏側がそうなってたんですよちょっと目が見えないってことは読みってこと今怪盗 X トーナメントどういうこと何が分かってないよ違うどういうことモバイバージョンできないですかつるつるあじゃあ大丈夫だ削られてない宝玉削ってないんだそれ目かな合ってるああ正解のやつ正解のやつだった分かったよ危ねえいやねこんなこともあるんですねということで山口さんの個人演技でしたしっとりしぶる NHK はい、はい、ということで、うん、続いては、うん、長嶋さんによるリアクションですはい僕ちょっと、はい、もう正解分かってるんです分かってポイント2つで、はい、やっぱり相手に感謝がちゃんと伝わってるかこれ当然じゃないですか、うんうん、そうですねっていうのともう一回渡したくなるようなもう次もあの喜び見れるんだったらもう一回渡そう LINE でも渡そうみたいなところやっぱ思わせなきゃいけないっていうところですいませんちょっとすいませんちょっと正解あるんでよろしくお願いします気になりますね、はいうん、語りますねお願いしますよはいはい健介くんメリークリスマスありがとうこれ開けて開けてこれ、もらっていいの？なんかその iPad みたいなやつをこれねあ最近ね子供もね Kindle のキッズとかあったりするからはい健介くん来た来たメリークリスマスありがとうえ去年スイッチもらったし今年ないかな、うん、でも、ね、去年の喜び超えられるかな開けて開けてなんだろうねすごい嬉しい嫌なやつ渡した確かに、ね、確かに上は分かってるからね、これどういうことこれジャムつむり渡すジャムつむり渡すジャムつむりはい健介くん今年もメリークリスマス今年ももらえんのやったでも、おととしスイッチだったし去年 iPad だったし今年よこれが18点で、タブレットがタブレットが3兆点はい、うん、ということで並み居るリアクション王たちがそれぞれ個性豊かなねリアクションを見せてくれたわけですが、うん、優勝者を発表したいと思います優勝者にはこちらの特別なプレゼントを渡したいと思いますので、ね、皆さん、ね、目をつぶってお待ちくださいまた喜べるぞそれでは発表いたします、うん、優勝者は誰かな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 
メリークリスマス。これ何が入ってんだろう。開けて開けて。いいよ。来た。インフレしすぎじゃん。もうないでしょ。もうそれでいいんだと思いますよ。でも翌年から。まだ。まだあるの。まだあるけど、でも大丈夫。限界来てる。もう今はもう今はもう限界なんだからね。これ以上ないんで。いい頃合いだと思う。はい。はい、皆さんも、プレゼントをもらったときに今回の皆さんの演技を見てね、参考にしてみてはいかがでしょうか。さよなら。じゃあ長嶋さんに、皆さんが登録ボタンを押してくれた後のリアクションをしてもらいましょうか。はい、ね、じゃあ皆さんが今からチャンネル登録してない方はしてみてください。3、2、1。あ、押してくれた。え、今押してくれた。押してくれました。チャンネル登録と高評価押してくれました。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。ケーテ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 。